はい、今回はシュガーロールハイというとあのものですね。これはアセモとかに、まあ、効くやつでこういう風になっていまして、まあ、これを例えばこういうところに、アセモに塗るとですね、非常にこのいい匂いですね。粉状の匂いというかであって、こういう風になっていましてね、でこうやって塗るとこういう風にパウダーになるんですね。こういったものはあれ使ってみないとね、わかんないもんですから、その状態になった時じゃないと違う動画ではちょっと撮れないんですけどもね。ただまあこういう風な、パウダーになっていて、まあ非常にこう使った感じではですね、まあこういう風に怪我っていうかね、する時ってあんまりないんだけども、まあこうやって使うと、まあなんていうの、多少のこれ、例えば汗目とかだとこう痒みが、なくなったりとか、まあ、非常に痒くなったりするんですね、時間が経ってくるとね。でもそういったものがこう抑えられたりとか、なんていうんだろう、風に当たると非常にこう爽やかというかね、涼しいっていうところなんかも、まあ、こういうところのいいなと思うね、ところだなと思って、なかなかこの粉状のものとね、良いなという感じです。どうもありがとうございます。